イメラジオ第2253回、今日は令和2年6月11日木曜日です。時刻は午後2時回りました。横浜港北木曜の午後、昨日から風が強く窓は閉めての放送です。今日はお昼髪を切りに行って、切ってもらいに行って、そして帰ってきて少し休んだらもう午後2時ですね。今日は夕方から京都の男子、そして愛知の男子、オンラインで英語習いに来ます。それ以前の時間を使っての夢ラジオですね。2253回目、今回はロマン・ヤコブソン取り上げます。ロマン・オシュポビッチ・ヤコブソン、この夢ラジオではヤコブソン何度も取り上げ、プラハ言語学サークル、またはロシアフォルマリズム、このような枠組みで、そしてヤコブソンの著書についても取り上げてきました。私にとってもこのヤコブソン、卒業論文で取り上げたお方であり、まあ思い出深い学者さんですね。19世紀の終わりにモスクワで生まれて、そしてモスクワ大学で学んだ。先生の言うことをあまり鵜呑みにしない、言うこと聞かない、自分たちだけで考えて調べるぞという、そういうお方でした。もともとことわざ、詩、言語に興味があったヤコブソン、大学にいた頃は1910年代で、ちょうどその頃このヤコブソンのもとにソシュール言語学がもたらされました。伝えたのはカウツェフスキーですね。このカウツェフスキーが、モスクワにこのソシュール理論を伝え、そしてヤコブソン、トルベツコイ、ボガティーリョフ、このような言語学者、民族学者がこの理論に驚嘆。もちろん実はソシュール以前にボードアンド・クルトネというポーランド人の学者が音素の概念、あるいは共字通字というこの考え方はある程度発展させ、そしてロシア人の彼らも馴染んではいたんですね、ボードアンド・クルトネから。けれど初めて近代的な意味での学問として、この言語学はこのように研究するべきなんだというソシュール理論に、このモスクワの若き知性たちは驚嘆。ちょうど1910年代というのはロシアアバンギャルド、ロシア未来主義、彼ら未来主義の詩、例えばマヤコフスキー、例えばフレブニコフ、このような詩人の詩をヤコブソンは分析し始めました。もちろん言語分析もです。ヤコブソン、トルベツコイ、ボガトゥイロフはモスクワ言語学サークルを結成。ちょうど同じ頃ペテルブルクではシクロフスキー、
エイヘンバウム、トゥイニャーノフ、こういったまあ、後に文芸学者というか文芸批評家というか、あ、そしてね、このペテルブルクのね、このトゥイニャーノフ、シクロフスキー、エイヘンバウムにはオポヤーズというサークルですね。このオポヤーズにはポリバノフたち言語学者も参加していました。ですから、このペテルブルクのオポヤーズ、そしてモスクワのモスクワ言語学サークルが大体同じぐらいの時期に、言語学、そして文芸学、これの近代的な、学問を始めた。その方法論を確立していった。まあ、ですから今ロシアフォルマリズムという時、このペテルブルクのオポヤーズ、そしてモスクワのモスクワ言語学サークル、彼らのこの時代の著作をもってロシアフォルマリズムと呼びます。ただしちょうどこの頃1917年にロシア革命が起きますね。でヤコブソンも冬のもうインクのね、壺の中のインクが凍るような、そんな寒いで暖房もないわけですよ。部屋の中で、しかも外で銃声聞きながら論文書いてたっていう、後で回想していますよ。でこのロシア革命、その後の社会主義政権において、このフォルマリズム、未来派、アバンギャルドは徹底的に弾圧され、マヤコフスキーは自死しました。あるいはヤコブソンの盟友ボガトゥイリョフもソ連にずっと残ったために、その後沈黙させられましたね。ヤコブソンは1920年代からプラハで活動の場を移し、やがてこの20年代から30年代にかけて、このプラハで言語学サークルが花開きます。最初はペテルブルクとモスクワ、そしてプラハ、ここにはトルベツコイ、ボガトゥイリョフ、かつてのモスクワでの仲間がやってきました。そしてプラハ言語学サークル、フランスからバンベニスト、マルチネも来たのかな。マルチネもなんかプラハ言語学サークルに入れられたりしますね。来たのかな、マルチネもプラハに。あとドイツからはカール・ビューラー、そして何よりチェコの学者たち、バヘックとかマテジウスとか、あるいは美学者のヤン・ムカジョフスキー、この辺の方々がプラハに集い、この言語学サークルは今もっても非常に学際的で多彩な、つまり今ちょっと挙げただけでもなんかいろんな国から来てますよね。ワクワクするような作品、論文を出していきました。が1939年に第二次世界大戦が勃発。ヤコブソン、まあ、名前からしてユダヤ人、もうプラハにもいられなくなり、最初北欧へ行き、その後アメリカですね。だから戦後はずっとアメリカ、ハーバード大学で教えていました。このサムネの、今写ってるサムネのヤコブソンは非常に凛々しく、これモスクワにいた頃の20歳前後のお顔だと思われます。かっこいいですね。私はずっとヤコブソンっていうのはもうね、アメリカにいて年いってからのお写真しか知らなかったんで、こんなかっこいい写真があったのか、サムネに使わせていただきました。ヤコブソンが世界的に知られるようになったのは、このアメリカに行って、そしてそこでヤコブソンの選集セレクションですね、これが出されてからでしょう。やっぱりプラハっていうのは街が外れでね、欧州の小さいし、そしてその後の第三帝国の台頭によって崩壊し、ですからヤコブソン
の名が本当に世界的にこんなすごい言語学者がいたんだ。それは、まあ、戦後になってからでしょう。ヤコブソンはソシュールの、理論、これをもとにして音韻の研究、しかもたくさんの言語ができた人なので、多くの言語研究においてこの音韻論、しかもヤコブソンたらしめているのは詩学ポエティックですね。一体文学とは何か、良い詩とは何か、詩の特徴をね、詩を特徴づけるものは何か、これら19世紀までは曖昧にされていたことを20世紀の初頭にしっかりと定義づけていったのがヤコブソン、そしてフォルマリズムです。私が、まあ、学部生の頃、卒業論文はヤコブソンで書こう、フランス語の専攻だったのにね、と思ったのも、このヤコブソンについて一定のけりをつけておかないと、ヤコブソン理論についてね、文学研究はできない。しかもそれでハマっていったら、だんだんそこから構造主義へと移っていき、やがては美学に行き着いたという、そんな変遷をたどってしまいました。ソシュール言語学からヤコブソンは、判列と答辞ですね。判列というのは語のある位置に来うるもの。例えば主語の位置には当たり前ですけど動詞は来れませんね。太郎は、田中君は、メアリーは。そして動詞の位置には今度は名詞は来れない。行く、食べる、あるいは行った来た、このような判列というのは、その主語の位置に来うるものの列、そしてそれが答辞ですよね。並んでいく並べ方、日本語だったら主語、目的語、動詞が最後に来ますね。この判列と答辞、この言語を大きく形成するこの2つの側面、これを失語症、つまり言葉がしゃべれなくなった患者さん、レンジと言っていたかな、ヤコブソンは。まあ、当時でもレンジでも同じことです。要するに言葉のつなげ方ですね。この判列とレンジ、あるいは判列と当時、これの2つの面が言語にはあって、この2つの面を失語症患者を元にして、浮かび上がらせていった見事な論文があります。これは言語学ですね。あと音韻については私も手に余るような論文がいくつもあって、そこにはスラブの諸言語がいっぱい出てき、私もスラブの諸言語、ましてや方言なんか持ってこられたら、あるいはことわざなんか持ってこられたら、もう太刀打ちできない。詩学については文学とは何か。文学というのは、まあ、日常的な言語がありますね。で、この日常的な言語からずれていくもの、異化作用、異なる作用、異化作用、この異化された言語、これでできたものが文学作品。文学に限らず、芸術とは日常からのずれである。規範からのずれである。シクロフスキーは後にというか、シクロフスキーは当時と言わなきゃいけないね、失礼しました。オポヤーズのシクロフスキーは、文学というのは石を石たらし石らしく見せるものね。普通は石というのはもう人の注意を引かないもの、もうそこら辺に転がってるもの。だけどその石が、おお、石があるなぁと
思わせるためには、その石に注意を引きつける何かが必要ですよね。例えばその石を綺麗なお盆の上に乗せてみる。それだけで注意が集まるじゃないですか。でも普通そんなところに石はない。石っころは。このように文脈を変化させたり、あるいは違った風に描写したり、このように受け手に驚きやショック、これを与えることによって、その自動化されてしまった、ね、自動化されてしまった受け手の、感覚を呼び覚まし、そしてもっと生き生きとした関係をテキストとの間に結ぼう、まあ、これがフォルマリズムであり異化作用であり、ヤコブソンもその私学はこの立場に立ちました。このフォルマリズムがやがて戦後構造主義批評となり、ロラン・バルト、あるいはツベタン・トドロフ、このような学者さんがヤコブソン、フォルマリズムを下敷きにして、そして独自の理論を展開していきました。さまざまな言語に通行したヤコブソン、けれどその生涯は文字通り波乱万丈であった。ハーバードにいた頃はプールにドボンと飛び込んで、なんか大学にプールがあったんでしょうね。でそれで泳いでる姿がよく目撃されていたとか、あのおじさん誰だ、実は言語学者ヤコブソンだった、そんな話も残っていますね。そうそう、ヤコブソンといって外せないのは、彼から構造主義が始まった。ニューヨークでレヴィ・ストロースに音韻論、これがプラハ言語学の最大テーマでした。この音韻論、そして構造という概念を伝え、そしてレヴィ・ストロースがそれを人類学、民族学に適用し、そして構造人類学ができた。ヤコブソンの守備範囲、それは単なる言語研究にとどまらず、芸術とは、哲学とは、そして人類学とは、やがて人間とは、このような視野を持ちました。まあ今振り返って、若き私がこのヤコブソンに着目し、その彼の論文を下敷きにして研究を始めようと。その後私は大学には残れませんでしたが、その判断は今思っても正しかったなと思いますね。しかも大学にも残んなくてよかった。夢ラジオ2253回、今回はロマン・ヤコブソン取り上げました。ありがとうございました。